F-35B 戦闘機艦載計画に伴って、護衛艦出雲、加賀に大規模改修工事が行われています。そんな中、護衛艦ヒューガ、伊勢に注目が集まっているという情報が入ってきました。今回は、護衛艦ヒューガ、伊勢になぜ注目が集まっているのか、見ていきます。おお、隅でもドローン空母はいけるな。2023年時点で、海上自衛隊で最大規模を誇る艦艇といえば、伊豆、元加賀の2隻を含む出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦ですね。これは、艦首記号 DDH と呼ばれており、極限まで回転翼機の運用能力を高めた艦になっています。出雲、片護衛艦は、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0m、全幅 38.0m、深さ 23.5m、喫水で 7.3m のサイズで、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大規模です。この大きさを誇る出雲、片護衛艦の機関部ですが、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM2500IEC が、スタータービンが4機組み合わされた小ガグ方式が採用されていて、マックス出力11万2000馬力、速度30ノット以上を発揮するそうです。また、出雲、片護衛艦の電源設備として、機関部と同様に、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM500GA07 ガスタービンオモ発電機を4機等搭載しており、合計で、最大 14,000kW の電力供給を行うことが可能となっています。出雲、片護衛艦は、全通式飛行甲板上の右端部分に集約化された環境を備えています。これは、いかにも航空母艦しかとした、全通式の飛行甲板で、その上には、5箇所の回転翼機が同時離発着できるスポットがあり、収益時から、国外では、ヘリ空母とみなされてきました。この全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0m、全幅 38.0m が確保されていて、海自で、対潜哨戒戦闘や追水上戦闘を担う SH-60kg 回転翼機に限れば、MAX 14機が、艦内格納庫に収容可能ということです。ただし、実際の運用では、出雲、片護衛艦は、標準では、SH-60kg 回転翼機を9機、輸送と救助、救難用途が主任務である、MCH-101 回転翼機2機を搭載する体制を敷いています。格納庫は3つあり、第1、第2、及び、整備用の3つが、艦内に設置されているそうです。出雲、片護衛艦は、その大きさを生かして、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している双発で、大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用が、当初から想定されていましたが、この大型機体ですら、艦内格納庫への収容が可能ということです。ということは、出雲、型はそれほど大きいということですね。出雲、片護衛艦の格納庫に収容可能な回転翼機のサイズを紹介しましょう。SH-60kg が最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量1065トンです。MCH-101 は全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで、重量が 15.6 トンということです。これらの回転翼機を、艦内の格納庫から昇降させるエレベータが、出雲、片護衛艦には2機備えられています。全部の1機は飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機は環境後方の右舷に
サイドデッキ方式で設置されているそうです。各エレベータのサイズです。飛行甲板上のインボード方式エレベータは、長さ 20.0 メートル、幅 13.0 メートルです。サイドデッキ方式のエレベータは、長さ 15.0 メートル、幅 14.0 メートルで、耐荷荷重量は30トンを超えると言います。現在、出雲、片子栄館が行っている航空母艦架改修工事によって、同艦は短距離離陸、垂直着陸が可能な F35 ライトニング 2B 型を艦載機にできますが、同機は長さ 15.61 メートル、幅 11.37 メートル、重量27トン強という規模ということです。出雲、片子栄館のネームシップで、一番艦である出雲、が寄港されたのは2012年平成24年1月日本政府が出雲片子栄館を改修して F35 ライトニング 2B 型を艦載機にすることを公に認めたのは2018年平成30年3月ですが、それを見越して設計がされていたことが垣間見えます。日本の大手マスメディア各社は2013年中盤以降にはF35 ライトニング 2B 型戦闘機を取得して、出雲、片子栄館の艦載機にする可能性について報道していましたが、当時の小野寺防衛大臣は、あくまで、この見解を否定する姿勢を貫いていました。当時は、政治的に日本の海上自衛隊が装備として航空母艦を運用することについて専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するのではないかという批判をマスディアから受けることを危惧していたせいだと思われますが、現在からすれば覚醒の感が拭えませんね。しかし日本がこうした政治状況にあった時期にも、中国海軍は国家の経済力を背景に、軍の装備の近代化と増強をどんどん進めていました。こうした事態への危機感が日本国内でも醸成したことから、この航空母艦化計画は市民権を得たということになったのです。日本では2010年後半に差し掛かると、出雲、片子栄館への航空母艦化改修を公にし、2017年には、同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が、航空機の運用能力の向上を基とした研究を委託業務として受注したことで、その事業に着手しました。この中では出雲、片子栄館に、無人航空機と合わせて、F35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われたそうです。これを受けて、2018末に閣議決定した防衛計画大綱や、その具体策を記載した中期防衛力整備計画では、ストブル機運用について言及されました。そこで、従来の日本政府の国会答弁では、自衛隊が保有しないと定義してきた装備3点、つまり、大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦については変更しないとしながらも、出雲、片子栄館の改修は攻撃型航空母艦には該当しないという見解が示されたのです。航空母艦を攻撃型か否かと区別するこういった定義が軍事的に意味があるかどうか、実に日本的な政治上の言い回しと解釈をひねくり回したものという感は否めません。しかし、どちらにしても、出雲、片子栄館の航空母艦化改修が本決まりになったことは間違いない事実です。それでも日本政府は仮に出雲片子栄館の航空母艦化改修が完了を終えても F35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言しています。従来通りの回転翼機による対潜哨戒任務との併用が前提であると付け加えています。出雲、
片子栄冠の航空母艦改修の予定ですが、まず、2020年度防衛予算から改修費用をひねり出して着手、全通式飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱への耐熱加工を施すことが打ち出されました。また、F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離れ着艦をサポートするため、アメリカの強襲揚陸艦にも搭載している誘導装置を設置し、飛行甲板の先端部分の拡幅工事が打ち出され、現時点では、いすもが2027年度中、加賀が翌年の完了を見込んでいると見られています。これと並行して、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、2023年時点で、総数42機を購入することが計画されていますが、中期戦としては、航空自衛隊の宮崎県の新田原、ニュータバル基地が有力視されています。早ければ、2024年度から、同基地においての運用が見込まれているようです。このように、太平洋戦争後の日本では初めてとなる出雲、片子栄冠を航空母艦に改修しての運用計画が進められているのですが、この先駆けとなったと見られているのが、日向片子栄冠の日向、伊勢の2隻です。ちなみに、護衛艦の名前には、旧国名が付けられるようですね。出雲、島根、加賀、石川ですし、日向、宮崎、伊勢、三重というわけです。日向、片子栄冠のサイズを紹介します。基準排水量13950トン、満載排水量19000トン、全長 197.0m、全幅 33.0m、深さが 22.0m、喫水が 7.0m の規模です。排水量比では出雲、片子栄冠の約 70% 強のサイズ感ということになります。この日向、片子栄冠も出雲、片子栄冠と同様に、全通式の飛行甲板を備えていて、フォルムから見れば航空母艦石化とした外観ですが、回転翼機の昇降用のエレベーター2機は、いずれも飛行甲板上でのインボード式が採用されているのです。この日向、片子栄冠のエレベータは、前方の1機が幅 10.0m、後方の1機が同 13.0m と小型なので、F-35 ライトニング 2B 型を昇降させるには厳しく、しかも、どちらも飛行甲板上にあるので、F-35 の離陸距離の確保も困難なのです。そのため、出雲、型のように日向、片子栄冠に航空母艦化改修を行うのは、物理的に制約があって考えにくいでしょう。どちらかといえば、1998年、平成10年から就役が始まった大隅型輸送艦3隻の代替艦に、その機能を盛り込む可能性が高いのではないでしょうか。X-2 戦闘機新進でのテスト飛行後、燃焼テスト時に、IHI 社製の XF9 エンジンが、世界を驚愕させる数値を叩き出しました。現在、日本、イギリス、イタリア3国の共同開発計画が進んでいます。今回は、この日本、イギリス、イタリア共同開発で、F-3 戦闘機開発に、弾みがつくのかについて見ていきたいと思います。第6世代戦闘機は、どんな形になるのでしょうか。
2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国は、次期戦闘機共同開発協力に関して、グローバル戦闘航空プログラム、グローバル、コンバット、エアー、プログラムミー、GCAP に関する共同首脳声明を打ち出しました。そして、2035年までに、次期戦闘機を共同で開発することを発表したのです。これと同時に防衛省が発表した、防衛省と米国防省による共同発表の中では、日本とアメリカは、次期戦闘機開発に協力体制を結ぶとともに、自衛隊が運用する予定の無人機開発についても連携していくと明らかにしました。日本がアメリカから離れて次期戦闘機開発を進めていくということに、アメリカから反発があるのではと不安視する見方もありました。とはいえアメリカからすれば、これまで率先して行ってきた装備品開発を同盟国間で役割分担すれば、自分の負担が軽減されますし、アメリカ独自の最新軍事技術や情報を提供する機会が減るので、中国やロシアなどに流出するリスクも少なくなるとして、今回の3カ国による次期戦闘機開発計画を支持しているようです。この次期戦闘機開発プログラムについて、3カ国で主体となる企業を紹介します。機体関連は、日本からは三菱重工業者、イギリスが BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が担当し、エンジン開発は、日本が IHI 社、イギリスがロールス・ロイス社、イタリアがアビオ社、電子機器関連は、日本が三菱電機社、イギリスがレオナルド UK 社、イタリアは、レオナルド社が、それぞれ取りまとめ役となり、関連する企業の動きを統括していくことになるようです。これまで、イギリスは、フランス、ドイツ、スペインが、共同で、次期戦闘機開発として進めている、将来の戦闘航空システム、FCAS に対抗するテンペスト計画を、イタリア、スウェーデンと共に進めていましたが、今回の GCAP に、スウェーデンは参加していません。この GCAP によって開発される次期戦闘機は、日本の航空自衛隊では、F2 戦闘機の後継となり、イギリスとイタリアでは、ユーロファイターの後継機として位置づけられることになるようです。3カ国で、およそ300機の需要が見込まれ、日本は、将来的に、兵器の海外輸出解禁を視野に入れつつ、イギリスやイタリアの戦闘機販路によって、製造、販売数が増えることで、経費削減が期待されます。他にも、兵器を独自に開発する技術力を得ることで、アメリカから兵器を購入する際の価格交渉においても優位に立てる可能性があると見ています。実は、日本はこれまで装備のほとんどをアメリカから購入していました。日米同盟という名の下に押し売りされていたという感も否めませんが、アメリカとの長い付き合いがあったので、アメリカのロッキード・マーティン社を技術支援先の候補に選定しましたが、今までアメリカ側は戦闘機開発の革新的技術をブラックボックス化し、日本の自由にはさせなかったのです。日本は独自の近代化改修はもとより、修理すら自由にできないという不満を強いられていました。客の要求をスルーしたというわけですね。しかし、今回は、革新的技術を秘匿しない、方針であるイギリスとの共同開発ですから、時代に合わせた改修を自由に行えるメリットは、とても大きいと思われます。イギリスにとっても、日本との共同開発のメリットは、大きいと推測されます。その理由は、FACS とのヨーロッパにおける、主導権争いです。シェア拡大を目論むイギリスは、アジアで日本を取り込み、販路を少しでも拡大したいという思いがあったほかに、
ロールス・ロイス社のテンペストのエンジン開発が遅れていたためでもありました。高級自動車で知られているロールス・ロイス社ですが、ユーロスター・タイフーンのエンジンであるユーロジェット EJ200 の開発のほか、様々な航空機用エンジンを開発しているエンジン開発においては、定評のあるメーカーでもあるのです。ところが、テンペスト計画では、搭載されるコンパクトでかつ、大出力のエンジン開発に苦戦していて、当初計画では、2035年に運用開始だったにもかかわらず、2022年中に、試作機どころか試作エンジンが完成したという情報すらなく、進捗が危ぶまれていました。テンペスト計画のエンジン性能は、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上とされ、タービン入り口における温度は2000度 C 以上にもなるので、タービンには高温耐性が求められています。また、ユーロファイタータイフーンに搭載されている EJ200 エンジンの10倍の発電能力と、最新のレーダーやセンサー類のアビオニクスが必要とする膨大な電力を賄うことも要求されていたのです。2021年12月22日、ロールス・ロイス社は、日本陶磁器戦闘機用エンジン開発と実証機の共同開発を進めることを発表しました。この戦闘機エンジン実証プログラムは、日本とイギリス両国の磁器戦闘機開発に、重要な一歩となるもので、将来的には、両国において、多数の雇用を発生させる可能性があるとして、日本とイギリスそれぞれに、メリットがある点を強調しています。ロールス・ロイス社は、エンジン実証機の共同開発を、2022年4月から開始するとして、イギリス政府は、この計画の設計などに、3000万ポンド、約45億円、を初期投資すると、説明した上で、実証機製作には、2億ポンド、約304億円、を拠出する計画であることも明らかにしました。その一方、日本政府も、2022年度予算案で、次期戦闘機開発費として、858億円を計上。日本とイギリス・イタリアによる次期戦闘機開発が、いよいよ本格始動するとして期待しています。日本では、次期戦闘機開発エンジンについて、IHI 社が、プロトタイプエンジンとして、XF9 を製作し、2018年6月に防衛装備庁に納入、2020年7月まで性能確認試験が実施され、良好な成績を収めたとされていました。この XF9 は F-15 イーグルに搭載されているプラットニー&ホイットニー製の F110 エンジンと同クラスサイズのアフターバーナー付き低バイパス非ターボファンエンジンで、タービン入り口温度1800度 C 以上、推力11トン、アフターバーナー使用時には最大で15トンを発揮するとされている高性能なエンジンですが、防衛省ではさらなる小型化と高出力を目指し、ハイパワースリムというコンセプトを掲げているのです。次期戦闘機は、第5世代ステルス戦闘機の、さらに上を行くステルス性を持つ第6世代としての性能を要求されています。そのためには、ステルス戦闘機では、敵レーダー波を反射しないように、ミサイルなどの兵装を、翼下のハードポイントに吊り下げることができないので、機体のウェポンウェイに搭載することになり、どうしても機体が大型化してしまうのです。次期、戦闘機では、大きな推力を得るため、双発エンジンを持つ、戦闘機として設計されているので、大型化は避けられません。さらに、2020年の国会質疑において、当時の河野防衛大臣が、防衛省が開発中の次期戦闘機は、F-35 より、多くのミサイルを搭載すると、発言しており、それらを収納するウェポンウェイの容量が、必要になるので、かなり大型の戦闘機となることが予想されていました。そのために、XF9 を
さらにコンパクトかつハイパワーにする必要が出てきたのです。これがテンペストに搭載予定のエンジンコンセプトと合致したので、今回の共同開発の話が持ち上がったものと見られているようです。防衛省では現在空自が運用している F-15 の次の主力戦闘機として、ロッキード・マーティン社製の F-3 護衛ライトニング2戦闘機105機と、その垂直短距離離着陸型である F-35B を42機導入する計画を進めていますが、中国やロシアでは第5世代ステルス戦闘機の開発が進み、着々と実戦部隊への配備数を増やしているのが現状ですから、それらを数ではなく性能で上回る第6世代戦闘機の必要性が高まってきています。次期戦闘機開発に関わる国内企業8社が技術協力によってジェット戦闘機開発のノウハウを習得できることが、今後の兵器開発に大きく貢献するものと期待する声もあるようです。レールガンという言葉を聞いたことがありますか？日本政府が開発を急いでいる武器です。今回は、このレールガン開発は、どこまで進んでいるのかについて見ていきたいと思います。まるで SF のような話ですが、実際には近未来の話のようですよ。新年2022年になってからというもの、北朝鮮は超音速弾道ミサイルとみられる物体の発射を繰り返しています。それへの対抗手段として、2022年の防衛予算に研究開発費が計上されたのがレールガンです。このレールガンについて、1月12日放送の BS 日テレ、真相ニュース内で、小野寺御殿元防衛省と小原凡司笹川平和財団上席研究員が語った内容が話題になりました。レールガンの実力と可能性、そして今後の課題などについて話したようです。最近、国防や軍事関係に詳しい人の間では話題に上ることが多いレールガンです。では、このレールガンとはどんなものでしょう？一言で表現すると、火薬を使わず2本の通電性の良いレールに高電力を流し、その電気エネルギーが磁場を発生させレールに乗せた弾体を射出する仕組みで、電磁砲とも呼ばれる次世代兵器を指しているのです。このレールガンは試作段階で 200km 以上の長距離の射撃が可能だそうです。理論上、火薬で発射する銃砲や燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べると、低コストかつ連射も可能とされるので、飽和的ミサイル攻撃などへも対処可能と思われる兵器と考えられています。防衛省がこれまでに試作したレールガンによる発射試験の結果ですが、発射初速は 2300m/秒、およそマッハ6の初速が観測されたということです。戦車砲の発射圧と言われる1700から1800m/秒を上回っていますし、防衛省の構想では中国、ロシア、北朝鮮が急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾への対抗手段として期待していると言われます。その証拠に、2022年度防衛予算では65億円に上る研究開発費を計上しているのです。前での真相ニュースの中で、キャスターから質問がありました。レールガンを開発するメリットは何ですか？
小原上席研究員は、たまたよ、非常に高スピードで遠いターゲットに当てることができると考えていますし、ミサイルなどに、たまたいが到達するまでの時間も短く、連射可能と聞いていると答えた上で、アメリカ軍による地上試験では、射程 370km という報告があり、連射性能向上の可能性も述べました。そして、たまたいに火薬を入れて爆発させなくても、高スピードによる破壊力が期待できるとも付け加えました。キャスターの強力な磁場を発生させるための装置は必要ですか？という質問に対しては、先行国であるアメリカが10年間開発を続けてうまくいかなかった理由として、高電力を出力する電源装置開発が難しかったことを提示し、特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置開発が難しかったことが、その理由ではないかと指摘しました。現状で、レールガンを艦載可能な艦艇として例示したのが、統合電源システム IPS を持つズムウォルト級駆逐艦でした。IPS は、大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムなので、レールガンの発射は可能と見ていますが、発射には高電力が必要なので、他の電子装置が使用不可能になってしまうため、実際に艦載は難しいとみなした上で、日本ではこういった電源システム関連の研究が進んでいるから、技術の優位性があると結論付けたのです。小野寺元防衛相へも質問がありました。現在では発射されたミサイルを撃ち落とすために非常に高価な迎撃ミサイルを使用しているが、安価で連射可能なレールガンの有用性をどう評価しているかというものでした。小野寺氏は2012年に初めて防衛大臣に就任した時からレールガンについて割り返していた多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うように指示を出したと明かしました。2017年、防衛省に再任した際には、レールガンの試作機は製作過程だったので、その段階でかなり高スペックを持っていることは感じていたとも語りました。続けて、自分は現在自民党内の防衛大綱を議論するワーキングチームの座長という立場もあって、レールガンの性能向上のために予算計上などを応援している小原研究員と同様、日本が持つ先端的電気関連システム研究に大きな期待を寄せている陸上配備で対応可能と思われるが、日本の専守防衛の観点からすれば飛来するミサイルを撃ち落とすには航空機へ搭載することも視野に入れつつ、レールガンは日本にとって必要な装備の一つであると考えるといった認識を示しました。番組では、レールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性にも触れ、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的に起動するとされる、極超音速誘導弾迎撃に本当に有効なのかといった疑問が投げかけられました。もちろん、今後巨額に膨らんでいく可能性が高い研究開発費などにもついて、両氏に鋭い質問が飛んだのでした。電源問題については、研究員も実用化に対する一番大きな問題と認識し、電源を常に確保できる環境でなければ、蓄電池などの装備が必要になってくる。その場合、放電後の蓄電に時間がかかるので、連射はできないことを指摘しました。とはいえ、電源システムや蓄電池技術に関しては、日本は世界でもトップクラスにありますし、今後レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったとしたら、電源システムで優位性を活用すべきと語りました。気になる極超音速ミサイルの変則軌道への対応についてですが、小野寺氏は、レールガン一つで防衛システムを構築するものではなく、イージスシステムやPAC-3ペトリオットなど、
現在のシステムと複合的に防衛に当たるとした上で、レールガンを含めて飛来するターゲットに標準を合わせて的中させるということのみの発想ではなく、当たらないまでも近距離で炸裂させるなど、様々な可能性を研究するべきと考えていて、それはまだ始まったばかりだと話しました。小原研究員は、極超音速ミサイルは、速度が上がるほど運動性が低下する事実を指摘、高度を下げると、空気抵抗によってスピードが下がることから、変速軌道を取れるのは、空気が薄い高高度にある時だけで、ターゲットに接近して高度が下がれば、いずれまっすぐ落ちてくる。その際にレールガンを連射して迎撃できれば、超音速でも撃墜は可能と語りました。レールガンの開発は古く、60年前の1960年代、昭和35年から構想があったそうですが、本格的に動き出したのはここ10年ほどで、実現性に疑問を挟む声もあるようです。しかし小野寺氏は防衛大臣在任中に防衛省幹部のレールガンに寄せる期待と情熱を感じたとして、防空面だけでなく追加攻撃への活用という構想もあり、実現する可能性は高いと言っているのです。さらに日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながり、2028年までには試験を終えて実用化に進むかどうかに注目したいと希望を述べました。小原研究員は、2028年までに開発を終了するというのはかなりのスピードで、日本のこういった急速な技術開発を進められる力を具体的に世界へ見せつけることによって抑止力を高め、日本が主体性を持ってアメリカと共同開発を進めていくことで、中国が日本には主体性がないと見ていた目を変えさせることができると語りました。そして日本が今後革新的技術をさらに高め、ゲームチェンジャー的なものを開発し続けられるようになったら、日本下手出しすることを躊躇するようになり、戦争を起こさないことにつながっていくだろうと推測を述べました。中国の原子力潜水艦が台湾海峡で沈んだとの話を最近多く目にしています。日本の処理水問題は原子力潜水艦事故の目をそらすなんて話も出てきています。追跡して調べていきますね。日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうですが、どこがそんなにすごいのでしょう？それを見ていきたいと思います。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海上自衛隊の最新鋭潜水艦を、竜の引き渡し式が行われました。欧竜は、広島の5基地を母港とする、総竜型潜水艦の11番艦です。広大な日本の領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。5といえば海軍基地として有名ですね。大ヒットしたアニメ、この世界の片隅にの舞台も5でした。戦艦ヤマトの勇姿が呉港に浮かぶシーンもありましたね。そういえば、太平洋戦争末期、アメリカは、本当は軍港である呉に原爆を落とす計画だったそうです。しかし、天候の問題で広島に落としたのだと言われています。欧竜のデータを紹介しましょう。基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされ、通常動力型潜水艦としては、
世界でも有数のビッグサイズと言われるほどの規模なのです。そう、旧型潜水艦のエンジンですが、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式を採用していました。しかし、11番艦を硫化ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式の併用となりました。かなり大きな変更があったということになります。ここで気になるのが横流の速力です。公表値は水上で13ノット、水中で20ノットなので、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないことに気がついた方もいますよね。言うまでもなく、現在の潜水艦という兵器の位置づけは最重要軍事機密に該当します。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されるような正しい数値を公表するわけはありません。つまり、あえて従来艦と違いの少ない値を公表していると考えるべきではないでしょうか。また、最新鋭艦横流だけでなく、従来の双流型に関しても、連続潜航可能時間や、最大潜航可能深度等、潜水艦の性能に関する重要な情報は、極秘事項として一切開示していないのです。厳重機密ということが明白ですね。言うまでもなく、潜水艦のデータを隠しているのは一言なく、世界的にも同じ傾向です。となると、横流の公表値水中速力は20ノットですが、実速度とは全然違うのではないかと推測する人も多いそうですが、当然といえば当然ですね。データを隠したり、ごまかす理由は、水中速度と連続潜航可能時間が分かれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう恐れがあるからです。発見されることなく、隠密行動をとる潜水艦の活動範囲は、絶対に敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦は、絶対に秘密にしておくべき情報です。では原潜なら大丈夫なのか?ということですが、実は、原子力推進型潜水艦は、機関部分だけを考えると、理論上、ほぼ無限に連続航行できるのです。原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識です。ですから、原潜は通常型とは逆に隠す必要がないので、隠したとしてもバレバレで意味なしと言った方がいいのかもしれませんね。現実的には、原潜でもそれを動かす人間、乗組員は艦内で生活していますから、食料など物資の補給はどうしても必要です。また、狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていかなければならない人間の精神面の課題なども様々あるでしょう。つまり、原潜自体は動き続けるとしても、中にいる人間にとっては、その中での長期にわたる生活は困難が伴うものと考えられます。話を横流に戻します。鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を採用しているので、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは考えられません。瞬間的なパワーなら原子力推進型に遜色ないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦にメリットが多いのは確かでしょう。だからこそ、アメリカやイギリスなどのように保有している潜水艦のすべてが、原潜である国々が軍事力では優位ということは明らかです。確かに、建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を無視すれば、原子力推進型は一番パワーがありますし、これに勝てる機関は今現在は存在しないとも思われますから、無敵と言えましょう。ちょっと飛躍した例えですが、原子力推進型というのは、簡単に言うと、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関、人類の敵とされる人が体内に持っている永久機関のようなものと考えられます。つまり、無限に近いエネルギーを発生できる仕組みと考えていいでしょう。永久機関については、古くから作りたいとか、作られたが壊されたなど様々噂されてきましたが、はっきりと発明されたとは公表されていないようです。最近は、永久機関という言葉もほとんど目にしなくなりましたが、
永遠はないと考えた人類は、永久期間を考えることを止めたのでしょうか。原子力推進型か通常動力型かに関係なく、潜水艦の性能の優先事項になるのは最大潜航深度と言われています。どれぐらい深く潜れるかが、敵のソナーから逃れられるポイントと言えましょう。当たり前のことですが、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難でしょう。つまり、敵のソナーより深く潜ることができれば有利というわけです。要するに、敵より深い位置にいたら、下から敵を攻撃できるんですからね。あるいは、実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が、同じ海中、ごく近くに潜んでいるのかもしれないという不安を感じさせるだけで十分なのです。もし、敵の潜水艦がいたら、自分たちに危険が迫るわけですから、その場から離れるなど、水上艦艇の行動は、かなり制限をかけることができるはずです。敵の捜索行動を牽制する力があるのは、言わずともわかりますね。船体に使われている素材の強度から見て、放流波約 600m 以上の深度まで潜航可能ではないかとも推測されています。中国海軍潜水艦の深度が約 300m ということですから、それが事実なら、放流がかなり優位とも思えますね。しかし、部隊と想定されるのは、水深の深い太平洋ではなく、水深の浅い東シナ海や南シナ海です。ここを、中国海軍との対潜水艦戦の主戦場と仮定した場合、放流ではオーバースペックではという指摘もあるそうです。簡単に言うと、放流をここに投入するのは、もったいないということなのでしょうか？ライオンは、ウサギを仕留めるにも全力を出すという言葉があります。強力な兵器を出し惜しみしてチャンスを逃しては元も子もないと感じます。太平洋戦争末期の戦艦ヤマトの例を思い出してしまうのは筆者だけでしょうか？潜航深度以外にも日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由はもう一つ静粛性です。視界が悪い深い海中では潜水艦の動きは音で判断するしかありません。となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が有利なのは自明の理ですよね。放流は通常動力型潜水艦ですが、原子力推進型より構造的に優れているポイントを極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持つ潜水艦になったというのです。中国潜水艦浮上事件が放流の静粛性の証拠になるかもしれません。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に、中国海軍潜水艦が突然浮上したのです。海中に隠れて行動するはずの潜水艦が浮上したことで、大騒ぎになりました。尖閣諸島付近の海中でこそこそ活動していた中国潜水艦を発見し、空自と海自が必要に追跡し、相手放流からは逃げられないと判断して、しぶしぶ浮上したのが真相だろうと見られています。要するに、追跡されるまで中国側が気づかなかったということですね。放流の静粛性の凄さを痛感したのではないでしょうか。中国海軍原潜には、数多くの騒音トラブルが発生しているそうですから、秘匿性に関して、放流は世界最高水準の潜水艦であると断言しても間違いないでしょう。